皆さんこんにちは、かなです。あ、クライブさん後ろちょっと向いてしまっておりましたけれども、はい、光が差し込んでいい感じになりました。本日2回目の配信、休憩挟みまして再開したいと思います。音声ゲーム音大丈夫かと思います。はい、それではちょっとお待ちくださいね。大丈夫かな。ゲーム音本日2本目ありがとうございます。お帰りなさいです。ベルカムバック皆さん。それではハイポクラテスさんに話しに行くと。で、今ね、ミドちゃんの今メインストーリーを引き続き進めていきたいと思っておりまして、今ミドちゃんがなんとお父さんと一緒に設計した船を実際に作るということで、今ミスリルの今度盾を作るために、その情報をハイポクラテスさんからもらうためにちょっと今ハイポクラテスさんのところに向かっております。の前に、武器強化できるのかちょっと見たい。せっかくなので、ブラックソンさん、ごめんね、何度も今日何度も2回ほどちょっと訪れてしまってごめんね、何度もね手を止めてしまって申し訳ないんだけれども、武器強化できるんでしょうか。できますね。お、結構上がるね。10上がるね。武器強化しよう。強化。どんな敵とも戦えるぜ。オッケー、戦えるぜ。かっこいいぜ。いいね。上がるね。いろいろ上がるね。これがでも一番上がるか。72と24。だね。一番上のが一番。ですね。シルクサッシュと、これどこで手に入るかとか書いてる？書いてないんだ。シルクサッシュとデザートローズが全然足りないわ。あ、これはいけるね。これは腕輪はいけます。ハンターズアームクロスプラス1。よし、OK、いい出来だ。あ、これもいけるね。2も作ります。これでもっと良くなった。うん、 OK。ちょっと、このベルトがちょっとアップデートできなかったけども、一応腕輪と、武器は変えました。ってことで、ちょっと見た目をね、せっかく武器強化したので、見た目変えたいと思います。コスチューム変更。アンブロシアもね、変えれたね。武器。衣装は相変わらずこの2択なのね。武器どうしよっかな。どれにしようかな。前これつけてたよね。魔法の力が。強力な剣。すごい悩む。サンゴの剣にしよっかな。ザンブレイク。やっぱこれかな。もともとの。オリジナルのやつってどれだったんだろう。これかな。もともと持ってたの。これ？とりあえず、ロングソードにしようか。とりあえずロングソードに。あ、ちょっと待って。ちょっとごめんなさいね。他何か変えられるのがないかな。これ。装備中の武器の見た目を適用でいいのかな。これでいいのかな。そうするとオリジナルのになるか。 OK。 じゃあこれで、はい、これで決定で OK。 オリジナルの武器にの見た目にちょっとしましたしたいと思います。としましたが混じってしましたになっちゃいました。はい、アイポクラテスと話す。お待たせしました。聞かせてください、おじいちゃん。アイポクラテス、今話をしても。なんだね、クライブ。ミドの悩みを解消してやりたい。これを見てくれ。
ミスリルの盾の覚書を渡す。何でも知ってるおじいちゃんだからね、うん、知らなかったとていいアドバイスをくれるでしょう。ミスリルの盾か。あの娘の帰巣にはいつも驚かされる。しかしこの必要なことというのは、内部の熱に耐えながら外部からの腐食を防ぐ。さらに装甲自体も軽くしなければならない。その両立になかなかの難題。さすがのミドも苦戦してたな。なるほどの。いい素材があるのか、果たして。それであんたに相談して何か手がかりでもと思ったんだが。クライブ、答えというのは案外と近くにあるものだ。やっぱ知ってんのか、おじいちゃんは。この隠れ家は黒の一帯に侵された水、黒の水の中に立っている、うん、だが黒の水は普通の水に比べ木や鉄を早く腐らせてしまう。ああ、だから大工のバードルフや船盛りのオボルスはよく防腐用の薬剤で補修。薬か。ザンブレクに伝わる古いもの。なるほど。月の雫という熱を和らげる薬の記録がある。それを城壁などに投付することで竜の炎や戦火から城を守ってきたとな。来たとな。ならその月の雫を作ることができれば、防腐用のものと合わせることでミスリルの盾の要件を満たせる。なるほどね。良い機会だ。わしも協力しようじゃないか。何でも知ってるね。どの分野でもいけんの、おじいちゃんは。薬剤を生かすにはそれを塗る装甲にも工夫をせねばなるまい。この知識を装甲作りに役立ててみせよう、うんうん、助かる、ハルポクラテス。さすが。月の雫と装甲。困ったらハイポクラテス。じいちゃん、手分けして進めるぞ。すごいね、やっぱ知識が全てですな。何事も、戦も、生活も。あ、ジル久しぶりに来た。私が呼ばれたってわけね。そうだ。ジルちょっと久しぶり。月の雫の原料の買い付けに行かなければならない。どちらか付き合って。マジか。結構はわしの装甲作りを。この二人のどっちかか。頼めるか。ええ、任せて。私もいいわよ。二人とも。ありがとう。薬だからね、あのタルヤは詳しいよね、きっとね。興味もあるだろうし。この選択か。どうしよう。どっち選びました、皆さん。いやでもね、もうごめんなさい、心は決まってる。ちょっとジルに一回話しかけよう。あなたと一緒に買い付けに出かけるか、ここに残って装甲作り、うん、私とジルのどちらと出かけるのか。なんかプレッシャー。ジル連れてったあのね、リアル世界ではジルでしょうね。リアル世界ではジルなんですよ。すんごい見られてますね。ジル連れてきましたか。じゃあちょっとここはね、ちょっとね、私タルヤ選びます。原料の買い付けを頼むぞ。それはね、さっきと同じ理由です。分担はどうするか、ね、ジルとは結構長く旅してるけど、タルヤとね、あの2人でお出かけしたことないので、モテ男か。クライブ選びたい放題。タルヤと行く。ええ、分かった。特に何のなんか別に特別な思いとかあるわけじゃない。ただニンニクに冷たがい。他の原料もそのあたりで買えそうね。昔の薬剤って言うからもっと大変かと思った。大変そうだけど、 その辺にあるし。入手困難だったようでな。ものなんだね。ゆえに月の雫は次第に作られなくなり、歴史の影に消えた。しかし今では当たり前の品々、うん、ノースリーチのマルシェで揃うはずだ。マルシェか。ノースリーチのマルシェね。先に向かっておくわ。ちょうど買い物があったから。あ、後で合流しよう。うん、オッケー。ジル、クライブ、あ、いってらっしゃい。ありがとうございます。ジル、そっちも頼んだぞ、うん、よろしく。
ジルをここに残す意味はこっちを任せたぞという意味ですから。 OK、 それではノースリーチのマルシェにどっちとデート？タルヤさんと、タルヤ姉さんと行くことに、しました。さて、それでは早速ノースリーチのマルシェに行きましょうか。ノースリーチのマルシェ、ここってあの夜の帳があるところか。ノースリーチ、そうだね。タルヤ、タルヤ、オリフレムにもエーテル溜まりができた。もっと安くしろ。オリフレムにもエーテル溜まりができた。オリフレムはあれか、ザンブレコ広告のコートか。炙りのいい客がめっきり減った。さあ肉はどうだい。果物はいかが。こっちか。いた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 。久しぶりに来たわね。うん、タルヤあんま外出てるイメージないもんね。ここにいたのか。お医者さんだからね。ああクライブ、いくつか店を覗いてみたけど確かにここなら月の雫の原料が揃いそう。いろいろ買わなきゃいけないから二手に分かれた方がいいわね。 OK、 分かった。俺が買うものを教えてくれ。クライブはニンニクとピピオの実をお願いできる？ニンニクとピピオの実、門のところで落ち合いましょう。ピピオの実、ピピオの実ね。初めてのお使いみたい。もう記憶して、紙とかに書いてくれないからもう記憶して。ニンニクとピピオの実ね。果物売り場の好きに見てってくれ。あ、ピピオの実あった。しかもめっちゃ安い、20ギルで買える。この品だね。うん、よかった、ちょうど1個しかなかったね。チョコボが好む赤い木の実、これを食べたチョコボは気分が高揚しいくらでも走れるようになると言われている。月の雫を作るために必要な原料の一つ。すごいね、こんな。あの毎度悪い毎度悪いっつって、オラオラってやられたような。あとはニンニク、ニンニク、旅の行商人さんが持ってるの？何か入りようかね。ニンニクありますね。10ギルで買えちゃう、はい、庶民の食卓から宮廷料理まで幅広く用いられる。売り切れました。頑張んなよ。こんなところか。ありがとう。タルヤとお茶を。楽勝楽勝。本当にもうなんかその辺にあるような食材で作れるのね、素晴らしいものが。ちょっと待って、アイテムがあるよ、そこにあるから。ちょっと これだけ取ろう。逃げるか。まあよい。タルヤ戻ったぞ。どうクライブ。なんか二人っきりになると、外で二人っきりってちょっと緊張しちゃいますね。なんかいつもはさ、みんながいる、馴染みのこうみんながいるシドのアジカで一緒だから何も思わなかったけど、こうやって外で二人っきりになるとちょっと緊張しちゃう。ニンニクとピピオの実、うん、なんか女性らしく見える。タルヤが語り部から頼まれていたものはこれで一通り揃ったわね。なんだい。ねえクライブ、少し話しましょうか。え、タルヤも綺麗な目の色してますね。グリーンだ、透き通ったグリーン。タルヤもね、シドのアジカを医務室をまとめてくれてるからね。二人で出かけたのって初めて。うん、言われてみればそうかもしれない。出会って長いのに、うん、本当は分かってるくせに。二人で仕事に出かけることなんてないものね。うん、タルヤはね、シドの隠れ家で仕事がね、メインだからね。ええ、いくつか薬草が切れてたから補充しておきたかったんだけど、目当てのものは品切れだったわ。ああ残念だよ、残念だ。あとでカローンに頼んでおこう。うん、優しいね。どうかしたのか。ちょっと思い出してた。ん、以前シドともここへ買い出しに来たことがあったの。確かあの時も薬草が品切れで、シドがカローンに頼んどくって。あれから5年か。うん、
まだこの間のことのように感じる。うん。あれ、シドとは何年の付き合いだったんだろうね、タルヤ。私たちが出会ってからも5年しか経ってないってこと？ずっと昔から一緒にいる気がしてたのに。いや、最高の言葉だね、それね。俺もそんな気がするよ。ずっと昔から一緒な気がする。タルヤ、いつもありがとう。どうしたの、急に。いや、クライブ素直だね。伝えられる時に伝えておこうと思っただけだ。私も感謝してる。そういう世界だからかな。いつあんたがいてくれたから今の私死ぬかわからない。うん、私たちがあるんだもの。なんかタルヤが自分から話そうかって言ったのって、タルヤも多分クライブとちょっとクライブにありがとうっていう気持ちを伝えたかったんだろうね。可愛いな、タルヤ。なんかちっちゃく見えるな、後ろからこうやって見ると。長いしちゃったわね。戻りましょうか。この原料で月の雫を調合しないと。先に帰って支度しておくわ。一緒に帰ってほしかった。いいのよ、できればね。タルヤが探そうとしてた薬草がね、手に入ればよかったんだけど、探して持ってってあげれたらよかったんだけど、ここではもう特に何もないね。はい。じゃあ、タルヤイベント初めて見ました。よかったです。お初イベント。見ていただけてよかったです。ちょっとジル、ガブイベントとジルイベントは気になるから、もうこれはちょっと他の YouTuber さんの、配信で見るしかないですね。すごい気になる。ジルとはね、もういつその先に行くのっていうね、この間、医務室だっけ、ね、いい感じになってましたけど、調子に乗って OK。 行きます。ハイポクラテスさん、アルポクラテス、戻ったぞ。ハイポクラテス、私言ってた今。ハイポクラテス。原料の買い付け、ご苦労だったの。今しがた、月の雫の薬膳をタルヤに伝えたところでな。原料も揃っておるし、うん、こちらは問題ないだろう。意外に簡単でしたね、月の雫。調合は私に任せておいて。しっかり作ってみせるわ。よろしく頼む。装甲の方はどうだ。バードルフやオボロスにも協力してもらってな、なんとか形になった。うん、もう少しでできるみたいよ。ありがとう、ジル。ありがとう、みんな。それじゃあ、ジル、月の雫の調合を手伝ってもらえる？え、わかったわ。やっぱジルだな。やっぱジルを見るとジルだな、やっぱり。そうそう、クライブ、二人の時間楽しかった。またいつかね。待って、ジルがなんか、ジルに聞かれたくない。クライブに礼を言わねばな。それ私にやましい気持ちがあるからなのか、タルヤに対して。なかなかに面白いひとときを過ごさせてもらった。装甲ができたら、月の雫と防腐用、二つの薬剤をまんべんなく解くせねばならん。ミスリルの盾ができるまでもう少しかかりそうだ。お主からミドに知らせてやっておくれ。了解。ああ、伝えておく。ありがとう。感謝するよ、ハルポクラテス。ハルポクラテスさんのあの帽子が可愛いね。なんかあのパッチワークみたいな布をこうたくさんつなぎ合わせて作られてる帽子がなんか可愛らしい。おじいちゃん、おしゃれで可愛いおじいちゃんがあの頭につけてるやつ、帽子。よし、ミドのところに行きたいと思います。ミドちゃん、またあの元気なミドちゃんの声が。ありがとう、クライブ。盾はもうちょっと時間がかかりそうか。あのミドちゃんの元気な声が聞けます。はい、
復帰後初めて見れました夜配信しろやなぜ昼間っからお前は FF 配信できてるんやって、何やっとるんや昼間っから配信してるんです、昼間っから FF の世界に入っとるんですよ、ありがとうございます、来てくれてありがとうございます、お忙しい中。ぜひぜひ、昼間からね、皆さん来てくださいね、一緒に FF の世界に。排熱装置の部品が全て揃ったぞ。ハイポクラテス言ってます。どうやってミスリルの盾を？やっぱりお前の悩みは薬剤を使うことで解消したよ、はい、熱に強くて軽い装甲を作れそうだ、今アルポクラテスたちが仕上げてくれている。こうやってクライブが毎回ハルポクラテスさん言ってくれてますからね、やっぱりクライブは頼りになる、うん、みんなが協力してくれたおかげさ、はい、それじゃ部品を組み立てる段取りをしとかなきゃ、ブラックソンじいちゃんの手も借りよっと。ほんとなんでこんな愛くるしいの、ミド、もうこのまま大人になってほしいね、このままの愛嬌で。ほんとなんだろうな、楽しんでるね、すべてのすべてのこと。そんなとんでもない、周りが明るくなる。褒められたな。呆れてんだよ。かわいい。ちょっとなんか今の何？ちょっとはかなげな、はかなげな表情もかわいい。ここじゃ狭くて無理だな。よし、組み立ては外でやるぞ。うん、なんだかんだね、やってくれんだよ。用意できた部品からデッキへ運ぶよ。みんなに伝えてこい。一番やる気になってる。一番やる気になってる。それとハンマーを持ってきておけ。うん、ここからは力仕事だ。うん、承知。乗せられたね、ブラックソンおじちゃんはね、ミドちゃんのこうキャピキャピした感じにね。もうでもブラックソンの腕の見せ所でもあるからね、彼は職人ですから。しばらくして、すごいね、よく組み立てたね。やったー、排熱装置ができたぞ。すごいね。ああ、我ながら惚れ惚れするべきだな。ありがとな、クラブ。すごいよ、やっぱ確かな。ブラック、じいちゃんって呼ばれてる。3機作るだけだ。おじちゃんじゃなくてじいちゃん。3機も作るんかい。言ってなかったっけ？エンタープライズに搭載するのは全部で4機。排熱装置一つじゃ熱を逃がしきれないからな。ね、設計図あと3つも。心配しなくても大丈夫さ。設計図的に結構大きい船だったからね。この排熱装置を見本にして、残りはカンベルの工房で作るよ。やれやれ。すごいね、仕事、ま、何は早いね。まあ、みんなの協力があってここまで来れたけど。うん。綿密なこう設計を立ててるからこその、もうあとはねみんなが協力して部品集めするだけだったからね。な、ミドな、ありがとう、クライブ助かったよ。船作ってるって、ミドちゃんの声が可愛い。さて、ミドの雰囲気なんか好きですよね。ミドエロいなですよね。あのね、この後ろ姿ですよね。うん、すごいいいよ。あのね、私 FF シリーズで結構ミドはもう今もうビビッときてます。 FF シリーズの全部やったわけじゃないけど、かなりビビッときてます。ミドはいくつなんだろう。ミド、シドの娘でしょ。で、5年前は多分もうすでに大学に行ってたから、多分ね、なんか話的にミドと、あ、ミドと話すね。だから5年前大学行ってたんでしょ。だから18に20歳とか、は、違うか、もう5年経ってるから、まあ、23とか行ってても25とかそれぐらいかな。ミド、どうかしたのか。ナイスバディですよね。エンタープライズのことを考えてた。初めてのなんか真剣な面持ち。あの船を設計した目的は
遠い海の向こうを調べるため、うん、もし黒の一帯の及んでない大地を見つけることができれば、たとえバリスゼアが全て沈んだとしても、シドのテーマソングだ。人は生き延びることができるかもしれない。私と父さんはすごいねこの演出。それを最後の希望って考えてた。うん、だけど、こうやって完成が近づいてきて、ふと思ったんだ。みんなで作ったエンタープライズをそんなことに使いたくないって。なあクライブ、最後の希望なんて本当はまっぴらごめんだ。エンタープライズで楽しく船旅ができるそんな世界にしてくれよ。約束はできない。だがそのために全力を尽くそう。クライブらしい。そうだな。そうだよね、希望を持ちたいよね。エンタープライズが完成したら、ね、クライブに預ける。クライブが目的を果たすまで好きに使ってくれ。いいのか。父さんもきっとそうしただろうから。ありがとう、ミド。ああ、シドを感じるな。父さんとみんなの墓参りだったな。お前を連れていくのに随分遠回りになった。いや、本当だよね。日数にして多分ちょっとやることを思い出した。5日ぐらいはかかってるよ。すぐに片付けてくる。ああ、わかった。オットーのところで待ってるぞ。了解。確かにさ、今さ、ミドエロいなって言われて、ちょっとね、あの頭の中では考えてたんですけど、私もね、それをね。でもこうやって改めて見ると、あ、子供たちどうした？子供たちどうした？あ、これ見てんの？これね、そうだよね。なんなのこれっていう感じだよね。こうやって、大人たちがね、みんなのために、船作ってるって、うん、ミド先生が言ってたね。ミド先生のこと慕ってんのか。あれが船になるの？本当に？で、大人たちが頑張ってるのを見て、楽しそう。こう将来にね希望を持ってほしいね、うん。この子らが船で、船やね、船もなども使って自由に世界を歩き回れるように旅ができるように、そんな世界にしたいね。よー、クライブ。できんのかな。お疲れさん。リアルにね、リアルに考えてできんのかな。ミドを墓参りに連れて行くってだけで、とんだ騒ぎになっちまったな。それで、あいつはどうした？やることを思い出したらしい。すぐに片付けるから、少し待つようにと。ミドがそう言ったのか。うん、そうだが。クライブ。そりゃ、あいつが面倒ごとから逃げる時の常套句だ。ミドのやつ、墓参りをすっぽかすつもりだぞ。なんで？まったく。デッキを見てくる。なんでだろう。もうお父ちゃんみたいだね。なんかオットーもミドの。ミドの雰囲気なんか好き。やっぱミド人気ですね。うん。まあ、人気じゃないはずがないですよね。このキャラのね。なんか、ねえねえ、あれかな？ネガティブな点が一切見当たらない。ミド。この船のイベント熱いので完成お楽しみに。楽しみ。カナさん髪型変わりましたね。そうなんです、あのやっぱ何せ1年数ヶ月経ってますからね。あの本当はねこれでもかなり伸びた方です。もっとこれぐらいまでバッツリ切ってたんですよ。もともと胸ぐらいの長さまであったんですけどね、1年数ヶ月前の配信の時はね。さっき出てったぜ。どうでしょうか。遅かった。向こう岸まで送ろうとしたら小舟を一艘買い取ってそのまま自分で漕いで行っちまったさ。行動力がある子だね。本当相変わらず元気な嬢ちゃんだ、うん、そうそう、ちょうど俺もシドに用があった。あんた宛ての手紙を預かってる、うん、何でも急ぎだからってロズフィールド卿の使用人から直接渡されてな。ありがとう、オボルス。いいってことよ。いいってことよんって今言いました。おじさんは一体何を。パイロンおじさんか。ロズフィールド卿、おじよりクライブへ。自由都市カンベルの知人から奴が支援してるエンタープライズのことを聞いた。わしも後押しするとしよう。だが話によれば無許可の大型船の製造にカンベルの役人どもが嗅ぎ回ってるようだ。このままでは手回しした新たな港の建築にも影響が出る。そこでガブ君の力を借りれないだろうか。連中の動きを探るのに一役買ってもらいたい。バイロンおじさん。ありがとうおじさん。
ガブをカンベルに。ガブはいい。名指しとなれば奴も喜びそうだ、うん、ガブの腕を買われてるね。それじゃ結局ミドにうまいこと乗せられたってことが。まんまとやられたよ、うん、まあまあでもね、いなくなっちまったもんは仕方ない。みんなの船だからね。次の機会にはゼアヒでも連れて行って。なんでだろう。でもなんでミド。しかしなんでみんなで何かを作ったのなんて、この隠れ家を建てた時くらいだ、うん、楽しかったよ。ああだね。そうだな。さて俺は墓参りに付き合ったらカンベルまで行ってくるわ。忙しいね、カブもね。ローズフィールドの指名とあれば断るわけにもいかないぜ、うん、俺もその足で出かける。また留守を頼むぞ、オット。任せておけ。本当にみんなそれぞれが重要な役割を果たしてるね。そうだ、クライブ。誰一人かけ。ジルから伝言があった。でもダメだ。少し遅れるから現地で合流するってさ、うん、それじゃあ俺たちだけで先に行こう。ジルとの絡みが今ちょっと少ないので、ここ何回かの配信でね、ちょっと次のジルとの絡みに大期待が本当高まりますね。長いのも短いのも似合ってますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう人生でね、短くしたの本当に3回ぐらいかな。3回目ぐらいです、自分の人生で。旧隠れ家にシドの、シドとみんなの他があるんだ。旧隠れ家跡地、風の大地。もしフェニックスの力があれば、シドもみんなも助かったのかな。フェニックスにも地は覆せない。命には限りがある。だから俺たちは生きなきゃならない。人が人として生きられる世界が来る。その日まで。遅くなったわ。うん、ジル。あ、靴も来た。あ、カーロンばあちゃんも来た。珍しいな、顔を出すなんて。仕入れに出る前にあんたたちの顔でも見ておこうと思っただけさ。気づいてくれたおかげだよね。なんだ、あ、びっくりした。見ててくれるかな、シド。ここに来るまでの道のりも随分と様変わりしちまった。ああ、黒の一帯は遠くないうちに大陸全土を飲み込むだろう。ならやることは一つだ。大地のエーテルを守るため、マザークリスタルを破壊する。
風の大陸に残るマザークリスタルはドレイクテイルだけだ。じゃあ決まりね。自治領島へ向かう。今やあそこはザンブレク公国の首都だ。クリスタル自治領だった頃とは勝手も違うはず。仕掛ける前に一度様子を見に行った方がいいだろうな。株の出番だ。そのつもりだ。自治領島へ向かうんだったらこの子を連れて行くといい。いきなり名前出されてびっくりしてる。あんたはちまたじゃ大罪人なんだ。行商人の用心棒ってことにすりゃ一目もごまかせるってもんさ。悪くない考えだろ。お前さん家事道具を欲しがってたろ。ついでに買っといで。かわいい。家事道具欲しがってた。本当にいいのかい。ありがとう、ばあさん。やめな。骨を折っちゃう。かわいい。かわいすぎるでしょ、喜び方が。ダルメキアのボクラド市場から自治領島行きの乗り合い馬車が出る。爆発してるよ、喜びが。もともと行商向けの馬車だ。グッズの承認札があれば乗れるかもしれない。ずっとグッズの笑い声がすごい。これ何、笑わせに来てるじゃん、これグッズ。ずっと安全なはずだ。ありがとう、カロ。誰かにこちょこちょでもされてんの、グッズは。こちらこそ。すごいじゃん。終わったら俺も向かうよ。すんごい顔ばっ、なんかもう目がバキバキ。僕らの家まで。おばあちゃんの骨いつか折れんじゃないの。ちょっとこれ笑わせに来てるじゃん。俺と。わかった。どうしたん？ここだけなんかもう。ああ、俺も行ってくる。可愛い靴。頼んだぞ。誰に言ってる？かっこいい。ガブ本当にもうね、なんかねいいシーンが来るたびにみんな生きろよって。靴かわいいね。靴、おばあちゃんの歩幅に合わせて。見てるかいシード。やっこさん、いい悪党の面構えになったじゃないか。いやかっこいいね。カーロンばあちゃん、もう現世を生きてたら、なんか、バリバリのなんか赤とかピンクとか黄色とかのスポーツカーに、オープンカーに乗ってそうなタイプのおばあちゃんですね。バリバリ現役みたいな。昔はあのクラブでフィーバーしてましたみたいな感じのおばあちゃんだね、ほんとね。あー面白かった。グッズ、さっきコメントして初めて気がついたんだけど、おっきいって NG、 なになに、あ、おっきいって NG ワードだったんだな。あ、なんかコメント消えてました？もしかして NG ワードでなんかコメント消えてました？大きいかな。そんなのダメなの？そんなの消えちゃうの？大きいじゃないの？大きい笑った。大きいじゃないんですか？お丸いって大きいしかなんかもう考えられないけど、違ったかな。ワールドマップからレトニ海峡に入る。じゃあもう行っちゃいますよ、行っちゃいますよ。レトニ海峡じゃないね、峡谷ですね。本当にすいません。いや何に対してそれ言ったのかちょっと分かってませんから、私なんか逆に気になっちゃう、逆に気になっちゃうな。トルガルも、チルが一緒だからね。またこう危険な状況になったらいざという時にトルガルもまた能力を発揮するでしょう。覚醒するでしょう。よかった。だいぶ遠いですねここは。あ、ちょっと待って、なんかダルメキア共和国ボクラド市場ってなんだろうね。自治領と、ここは今、ザンブレク、公国の領地ですよね。風と大陸の範囲の
風の大陸と灰の大陸の、境間、まあ間ってことだよね。うん、ごめんなさい、漢字が読めないんです、私小学生の脳みそなのですいません。アーク諸島のうちクリスタル自治領の中核をなす島。うん、今はザンブレック公国の領地で、であれだよね、前々回のあのタイタンを倒した後にザンブレック公国もだいぶ揺れ動いていて、信仰があのシルベストから息子のオリビエに変わったっていう話がありましたよね。ボクラド市場、ダルメキア共和国の北東部に位置する市場、ダルメキア共和国の北東部、クリスタルロードに通じる要所のため各国のさまざまな品が集まり市場が発展してきた。自治領統一の、乗り合い馬車が出ている。誰も心配してくれてありがとう。そこに向かうってことですね、その市場に。アンブロシアで行きましょう。頼んだぞ。本当にすみません、父のことですいません。めっちゃ謝ってるじゃん。めっちゃ謝ってるじゃないですか。あ、間違って降りちゃったじゃないですか。あれですね、あのミドちゃんですよね。そう、ミドちゃんのそう話がちょっと途中になっちゃったんですけど、なんか結構セクシーな格好をしてるじゃないですか。この道はかつて交易路だった。うーん、だがシルクロード的な次第に使われなくなった。すごい、お、ここもすごい景色。そういうところには厄介が集まってくる。ああ、いつもの抜け道ってところ。うわすごい。あ、油断する。あのタイタンとの戦ったところも見えるね。あのパン屋さん、パン作ってるかな。ミドちゃんのあのキャミソール、なんか久しぶりに大学行ってこう、あの大学でね、地元をこう離れた娘が久しぶりに帰ってきた時になんか結構薄着になっててちょっと目のやり場に困るみたいな、そういうのってね、あると思うんですよ。そういう感じの格好してますね、リズちゃん。ちょっと降りよう。俺たちじゃどうにもできない。助かったよ。ヤッホー、すごい景色だった。なあ兄貴、どうするんだ。そうだな、傭兵。俺たちじゃどうにもできないよな。なんだ。どうかしたか。あれ、ルボルに似てない、右の人。この人ならいけるかもしれねえぜ。見るからに強そうだし。そうだな、話すだけ話してみるか。ルボルに似てる、右の人。実は俺たちとある商人に依頼されて。この人ちょっとこの山道で荷馬車を探してるんだ。くっきりはっきりさせたオットーに似てる顔。荷馬車何でも魔物に襲われて置いて逃げてきたらしい。だけど探し回っても見つからなくてよ、うん、これだけ探してもダメだってことはきっと野党どもに奪われちまったんだよ。ここらで幅を利かせてる野党だろ。もしそうならそんな奴らがいるね。俺たちじゃとても歯が立たねえぞ。奴ら相当に腕が立つからね。この先に根城があると聞いてはいるけど。なんか頼りなさそうな傭兵だな。野党の根城に行って荷馬車を探してくれないか、うん、無事に見つかったら報酬をあんたに半分やってもいい。どうだ、頼むよ、うん、資金もいるしね。あのベアラをかくまっていい アジトを強化するためにはね。やっぱり俺が見込んだ通りだった。ああ助かるぜ。この二人顔似てるな、よく見ると。市場で売るはずだった食料がたくさん積まれているそうなんだ。なるほど。依頼主からは荷馬車を見つけたら積み込んだ食料ごと持ち帰ってきてほしいって言われてる、うん、荷馬車を探しはするが積み荷の保証まではできないぞ。それは困るな。うん、もう盗まれてる可能性もあるもんね。荷馬車と食料を見つけてくれ。 OK、スベッコとヨナッシュ。なんて言いづらい名前なんだ。スベッコとヨナッシュ。よし、じゃあ行こうか。
あ、ちょっと待って、グッズのちょっと説明見ていいですか。グッズの説明見てなかったかも。カーローンの代わりに買い出しを任されることがあるため、グッズは各地での身分証となる承認札を持っている、雇い主である、カローンの指示でボクラド市場を経由してクライブたちの実利を潜入に同行することになった、うん、グッズがの経緯みたいなのは、グッズがあのアジカにいる、アジカじゃない、アジトにいる、まあ、いい、え、何、どこか妙だった、そういう観点。傭兵が来やがったぞ、着ぐるみ入れば、よいしょ、ほいほい、おりゃ、一気に畳むぜ、見よこの羽、目に焼き付けろ、おい、おりゃ、ジルも剣で戦ってくれてる、オッケー、テイクダウン、いいケイ、いや、かわいい、これ攻撃力強いからね、タイタンのね、おりゃ、オッケー、ケイ、いいよいいよ、削れ削れ、うれ、うっ、食らっちまったぜ、うれ、ガード、あ、やば、避けろ、オッケー、危ない、一瞬ちょっとやられちゃったのかと思った、オッケー、FF7 リバース配信する予定、はい、今のところはもちろん配信する予定です。セブンの原作もやったし、リメイクもやったからね、で、そうですね、リメイクもやったので、でやっぱね、ちょっと待ってね、こっちでいいのか、あ、アイテムとかなかった、アイテムとかは何もない、うん、できればね、あ、なかった、あ、え、待って、食べる、食べていいの、これ、これが言ってた馬車じゃないの、2馬車、え、食べちゃダメ、調べるか、食べるじゃなかったね、調べるだわ、これ食べちゃダメ。だいぶ荒らされているが、食料はまだ残っているな。食べるっていうのが出てたのかと思った。おー、痛いだ。心配になって見に来ちまった。楽勝だったぜ。二馬車も探し出してくれるとはな。引っ掛けられたのかと思った。商人にも顔向けできる。食べるって書いてて、食べたらなんかミッションが壊れてるが、アンコンプリートみたいな。大丈夫なのか。そんなことは別にいいんだよ。え、なんか怪しい、怪しいね。なんだ、怪しいな、この人たち。後のことは俺たちに任せてくれ。ほら、約束の報酬だ。なんだ、騙されてるか、私。今後ともシェンベラ兄弟をよろしくね。シェンベラ兄弟。兄貴、余計なことを言わなくていいんだよ。あ、道理で顔が似てると思った。兄弟なんだ。なんだこれ、タイタンのワインダップ、よく使ってました。ワインダップってあれかな、ガード、ガードですかね、名前がちゃんと覚えられてない。いいの、行くの、おい、野党の連中、夜に配信するよね、嬉しい言ってない、言ってない、言ってない、言ってないで。これで俺たちもしばらくは大丈夫。食い意地笑った。報酬は渡したんだ。食べちゃダメなの。もう用はないだろう。分かったならさっさと言ってくれ。なん、急に態度変わるじゃん、この人たち。なんか怪しいけど。パンチする、あ、あれか、パンチする技ですね。
強いですよね、攻撃力がね。ちょっと古い橋だけど、なんとか渡れそうね。崩れた遺跡にかけられた割には頑丈そうだ。うん、このまま峡谷を越える道が歩いていこう。うわーすごいね、怖いよこれが崩れたら、この橋が崩れたらね。おっ、びっくりした、びっくりした。なんだなんだなんだ、なんか怪しいと思ったんだよ。あのね、これも悪い癖なんです私の。なんか例えば自転車とか乗ってて、自転車とか乗ってて明らかになんか変なの道路に落ちてると思うと、普通は避けるじゃないですか。でもどう頑張っても踏みに行っちゃうんですよね。どう頑張ってもそこにまっすぐ向かって、そのまま踏みつぶしに行く私がいるんです。それどうやっても止められないんですよ。それと一緒で、なんか明らかにおかしいって違和感が感じても、それに向かってっちゃうんですよね。おかしいと思ってるはずなのに。すごい、何これ、すごい。聖地ゼメキス、ゼメキス、カナダに あるよね、こういうこういう滝。実際に見るのは初めてだわ。神話の舞台になった場所だと聞いてはいたけど。へえ。太古の昔、欲に溺れた人々は力を求めて神に戦いを挑んだ、うん、神話によれば決戦の地となったのがこの大幕府だと言われてる。うん、すごい。もっともここに落ちた海水がどこに行ってるか誰もわからないが。へー、まだまだ謎が多いんだね。神に敗れ、人は罰を受けることになった。そしてそれこそが今なお続く呪い。それがベアラの、あの魔法、ドミナントとベアラ、うん、召喚獣もそれを宿すドミナントも呪いの産物だというのが不思議だった。ノザリアはドミナントが太鼓を継いだ、うん、敬われることはあっても疎まれはしない、うん、本でその一節を見たときはさすがに首をひねったよ。うん、矛盾してるね。そういえば本がたくさんあったわね、子供の頃の、うん、あなたの部屋に。人と神の壮絶な戦いに興奮しながら読んだものさ。父上からすれば教えのつもりで俺に読ませていたんだろうな。あなたも普通の男の子だったのよ。こうして眺めているとただの神話だと思えなくなる、うん、そうね。すごい神秘的な場所だよね。なんかエネルギーを感じそう。僕らと市場が近い、ここからは人が増えそうだ、うん、気をつけて進まないと、うん、目立つからね二人とも。クライブ、どうしたの。うん、いや、なんだろうね。なんでもないよ。その矛盾、その神との戦いに敗れてた人間の罰としてドミナントとベアラという存在が生まれて、疎まれるはずの存在なのに、神話によると。でもドミナントベアラだけが疎まれて、ドミナは尊敬されてんだよね。そうだ、信仰オリビエ、新たな主をもってザンブレクは生まれ変わる。かような子供に国の何ができるというのです。祭りごとは私が貢献となろう。しかし父上、
私も年を取った。年若いオリビエであれば、これから先の広告を託すのに誰よりもふさわしいとは思わんか。それにな、ディオンよ、フーゴクプカは倒れ、ドレイクファングは消滅、ダルメキアは要を失った、うん、もはや我らは風の大陸を手中にしたと言っても過言ではない。バリスゼアの統一、それすら夢ではなくなったわけだ。そうやってご自分に都合の良いように、それの何が悪い。今や私は信仰をも従えるグエリゴールの写し身なのだぞ。うん、陣へ戻れ、ディオン。戦を急ぐがよい。世界に知らしめるのだ、ザンブレクの力をな。父上、あなたはまるで人が変わられた。これはご自身のお考えですか、それともかの者アルテマの意思なのですか。どういうこと。何の話をしている。無論私の考えだ、決まっておろう。アナベラがいてくれたおかげでようやく私は気づいた。理想とする指導者、国家、神の姿に。保身のために自国を売った女の売国奴の言葉に耳を貸すなどと。貴公はこれまでザンブレクの良き英雄でありました。今後もより一層青龍騎士の任に励むことです。オリビエ、控えよ、この無礼者。芸家の御前だぞ、狼藉は許さぬ。申し訳ございません。話はここまでだ。さて芸家、ロエナ商会との会合のお時間です。へえ、また長い話を聞くのですか。嫌だな。なんだろうね、この子にすごい違和感。なんかまるで、私はお腹が減りました、心がないというか、自分のこう欲望のことしか考えてないのはまだ子供だからっていうだけじゃなさそうだな。信仰意を継承できなかったことが、こういう親の元で育ってしまったからなのか。勝手に思うがいい。そもそもが間違いなのです。下民の血を引く者がバハムートを宿すドミナントなど、恨むなら貴公の自分の生まれを恨むことです。本当の息子じゃない。あ、息子じゃないの。貴様、息子じゃないんだ。なぜそのことを。だから実の息子といえど信仰にはなれないの。お母さんが普通の民だったのかな。お父さん信仰シルベストと、その普通の生まれのお母さんとの間にできたのが、デュオン。だから、まあ、竜騎士だから、竜騎士というまあまあね、ドミナントだし名誉ある地位ではあるが、こっちか、
信仰の座にはつけないんだ。で、アナベラと、信仰。でも、アナベラもどうな？アナベラ。潜り込めるといいのだけれど。信仰シルベストルは。テイクダウンしてるときに使うと結構火力出ます。なるほど、なるほど。パンチする技ですね。中に収めた。もともとザンブレクは戦に長けている。これか。これですね。これですね。続くものか。あ、こんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ。すいません、遅くなっちゃいました。確認するの。楽しんでてください。今日5時、ちょっと残り5時半ぐらいまでですね、配信する予定です。ナイアガラの滝、カナダ、そう、ナイアガラの滝だ。カナダ、アメリカ国境、ありがとうございます。ナイアガラの滝がカナダか。ジェイソン・ステイ・サムさんの声優さんやん。ジェイソン・ステイ・サムさんって誰だろう。ジェイソン・ステイ・サムさん。それ、激震ですね。あれか、わかりました。あ、私、それ外しちゃってるんですね。これ、こっちか。ワインダップ、これですね。確かに、うん、そう、これ悩んだんですよ。攻撃力はこっちの方が強くて、こっち、ウィルゲージ削る力が、パワーがあるので、悩んだんですけど、こっちパワー系なので、大地の怒りで、しかも、範囲攻撃。だから、まあ、範囲攻撃で、かつ同じ攻撃力があるから、こっちでいいかなと思ったんだけど、でも、どうなんだろう。まあ、一旦これでやってみて、途中、変えてもいいかもしれないですね。ちょっとだけ、ちょっと待ってくださいね。カメラ、ちょっと顔が前に出すぎると興奮して、カメラのちょっと位置調整しますね。ごめんなさい。OK、これで、すいません。興奮して前に出すぎると、見切れちゃってましたね。失礼しました。さてさて、かなさんの好きなスタイルでいいですよ。ありがとうございます。いろいろね、試してやってみたいと思います。アドバイスありがとうございます。僕らの市場まであと少しか。あ、アイテムがあるね。あんなところにアイテムがあるね。ちょっと、おい、乗らせてくれ、乗らせてくれ。あそこにアイテムがあるから、アイテムを取りたい。気をつけて。な。片付けた。の前にアイテムを取りたい。オッケー。おりゃ、おりゃ。パクる。パク。おい、来い、来い、来い。降りて来い。降りて来い。降りて来い。結構時間かかるね、これだとね。降りようか。まあ。オッケー。あとどこだ、あとどこだ、どこだ。こっちか。まあ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 、これは、これも行く？おりゃ、おりゃ。なんか普通の魔物には見えないけどね。レベルアップ。オッケー。ちょっとだけ水の飲みますね。すいません、ちょっとお待ちください。水どこ？オッケー。なんかいろんな配線と機材でディスクの上がごちゃついてて、なんかうまい具合に配線もこう綺麗にまとめられたらなーって思ってます。水がね、すごい遠くにありまして、ちょっと近くに置けない。それにしても難民が多いな。自治領を目指しているのかしら。そうだね。誰も彼もクリスタルを求めているんだ。仕事や食料を求めてみんな難民たちも自治領に向かってるっていう話があったもんね。OK。
このまま徒歩で行きます。お、町に入ったか。ようやく市場に来た。オクラドに着いたぞ。ここらでまだクリスタルの配給があるのは自治領だけなんだぞ。急がないと。でも関所はどうやって越えるの。うん、難民の妻すごいね。いや、ちっちゃな子供もいる。ここね、ちっちゃな子供もいるね。確か先に仕入れを済ませると言っていた。時期に会えるだろう。靴のところに行こう。承認札がないと干渉通れない。グッズは持ってるっていう話だったもんね。靴いる？わ、すごい新鮮な果物。やっぱマザークリスタルの近くになったからか、ちょっとかなり栄えてる市場っぽい。海の向こうの品も揃ってるぜ。さあ見てってくれ旦那。旦那、あ、すごい積極的。積極的だね。美味しそう。パン一切れで高すぎやしないか。ここらじゃどこも品不足なんだよ。買わないならよそに行きな。なんかあれだね、ナンみたい。ナン、ナン、カレーにつけて食べるような、シチューやカレーにつけて食べるようなパンですね。タパタパタパタみたいなパンの名前。現在クリスタル自治領はザンブレク公国による不当な占拠が続いている。そのため出国を認められているのはダルメキア軍から身分を保証されている商人だけだ、うん、通行を願い出る者は各々商人札を。ここね、ここが干渉ね。順に並ぶように。あれのせいで混み合ってるみたい。臨時の関所か。うん、急いでるんだ。干渉じゃない。ダメ、干渉言ってた。簡単には通れそうにないな。ひとまずグッズと合流しよう。どうすればもらえるんだろうね、そのね、札は。グッズはまあ持ってるみたいだから私たちは問題なさそうだけど。グッズはどこに。かなさんこんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。皆さんこんばんは。果物はどうだい。楽しんでてください。うちらは一等甘いよ。グッズを探せ。この辺にいるね、グッズね。体が大きいからすぐ見つけられると思うんだけどね。ちょっとぐるっと回ってみようか。モニター治りました。治りました。本当に良かった。あれからですね、いろいろ試行錯誤しまして、電力の問題だったりとか、あとね、多分ね、痛いおグッズ、痛いグッズ、すごい大荷物持って、電力の問題だったり、あとね、設定の問題だったり、いろいろね、いじって、ここにいたのか。大画面でプレイできております。ありがとうございます。ばあさんに叱られる。どうしたグッズ。グッズ、あんなに喜んでたじゃないか。初任札をなくしちゃったんだ。それはダメ。乗り合いばあさんに乗れない。関所も抜けられないよ。かわいそうだ。心当たりはない。グッズ、そう、そういえばさっき子供がぶつかってきて。盗難か。ああ、ひょっとしてその時にすられたのかも。子供のすりか。俺たちだけで見つけ出すのは厳しそうだ。まあね、ありそうだよね。こんだけ難民もいて、しかもそのお札がないと通れないとなるとね。頼れる人がいる。ちょっとした顔なじみなんだ。グッズ超焦ってるじゃん。この市場のことにも詳しいし、力になってくれるかもしれない。その人はどこに。この先にある赤の正体って店だよ。赤チョコボの看板が目印の。おう、分かった、分かりやすそう。行ってみましょう。私でも探せそう。すぐ二人は先に行ってて、うん、俺は他に取られたものがないか荷物を確認して向かうから、うん、分かった、早く来いよ。靴なんか気づかなそうだし、スリにあっても気づかなそうだし、お店がたまたま見つけられたとて追いかけられなそうだよね。足遅そうだから。よし、赤いチョコボが目印のお店。おお、よかったよかった、ありがとうございます。でもね、まだね、ちょっとね、まだね、改善の余地ありですね。私のこの背景とかがちゃんと色が、ゲームの画質がね、ちょっとちゃんと透過できてないので、
あ、アイテム発見。まだちょっとこれからもっともっと品質向上していければなと思います。なんかね、この画面の私のこの背景がちょっと色がうまく出てないのは、なんかいくつか解決方法がこれ試してみようっていうのが あるので、ちょっとね、次回までにまたトライしてみたいと思います。あれじゃん、兄弟じゃん、さっきの。いやー、やられたわ私も。落ち着いた傭兵、落ち着いてなかったもんな。あ、この辺で、あ、ここじゃん、赤いチョコボ、ここじゃん、ここじゃん、ここ入れるの？お客さんかい？クリスタル自治領に行きたいなら1000万ギルだよ。どうする？いや、俺たちは。なら予想当たって。ま、待って、違うんだ、エル。俺の連れだよ。あら、グツじゃない。どうしたの？グツみたいな男性に優しそうなタイプの女性だ。わかるよ、グツの可愛らしさはね、わかるよ私も。あの頑固ババアの他に連れがいるなんてね。カロンばあちゃんのことも知ってるのね。それでグッズ、何か厄介事でもあったの？面倒見てくれそう。俺の承認札。めっちゃ面倒見てくれそう。すられちゃったんだ。なお姉さん。子供に。ちょっと、よりによって承認札って。まったく。あなたはこの市場に詳しいとか、子供のスリについて何かご存知でしょうか。すごい、どんな時でも丁寧な。これから自治領に向かわなきゃならない。だから取り戻したくてね。つまりあんたたちはまともな身分証を持ってないわけか。うん、そうなんですよ。このままだと入れないんですわ。まあそう固くならないで。うちに来る客なんて大抵が訳ありよ。そう、子供のスリには心当たりがある。順を追って説明した方が良さそうね。うん、聞いてちょうだい。この方もまた綺麗な瞳ですね。エメラルドグリーン。グッズ、荷物下ろして。グッズ、グッズ。ダルメキアが自治領島に侵入してから、交易の窓口だったこの市場にも軍隊がやってきたわ。うん、少し前から関所の警備も強化されて、裏書きのある身分でないと自治領島へ行くことすらできなくなったのよ。うん、なるほど。だから最近は人様の承認札を偽装して潜り込もうとする輩まで現れたってわけ。うん、取られた承認札が裏で売買されている。なるほどね。ごめん、まあ高く売れそうだもんね。求める人が多いから。偽装された承認札に一切の足がついてないの。子供たちだけでできることじゃないわ。使われてんだ。どういうことだ。このスリは組織的に行われてるのよ。誰かが子供たちを使ってスリをさせてる。きっと、うん、グツがすられた承認札もすでに元締めに渡ってるでしょうね。なるほどね。このままスリが横行すれば、いずれは市場全体の客足が落ちて、私たち商人は立ち行かなくなってしまう。うん、ねえ、ここは協力しない？やるか？あんたたちは承認札を取り戻したい。ここでやっちゃうか？私はスリの被害をなくしたい。どちらも元締めさえ捕まえれば解決するわ。結構なお仕事よ。どうかしら。どのぐらいの規模の組織かもわかんないし。他に自治領島へ向かう手段は？の乗り合い馬車以外は厳しいと思うよ。自治領島はまだまだ遠いからね。こ、今回は様子を見に行くだけなんだろう。なるべく目立たないようにしないと。つまり承認札を取り返さないと自治領には行けないということね。うん、やるっきゃないね。仕方ない、協力しよう。そうこなくちゃ。改めまして、私はエルイーズ。あんたの名前は？エルイーズ姉さん。クライブだ。
それじゃあクライブ、これを持って行って。え、結構大掛かりな、これもミッションじゃないですか。ボクラド市場のエルイーズから信頼の証を受け取った。私の仲間がスリのことを探ってる。それを見せれば力になってくれるはず。彼女もシドの協力者だったのかな、もともと。乗り合い広場の家具屋に行ってみて。乗り合い広場の家具屋。わかった。うん、また大掛かりなミッション来ましたね。ここの関所を通るためにさりげなくグッズをディスってる。グッズね、でもね、めちゃめちゃ可愛いシーンがありましたね。もう子供のように無邪気なね、このミッションクリアしたら、カローンばあちゃんが何でも買っていいよって、好きなもん買いたいのあるんだろうって。好きなもん買いなさいって言われた時に、グッズのあの子供のように、ウィキキキキキキキ、ワハハハハハハみたいなのが、めちゃめちゃ可愛かったです。1回目の配信の最後の方でしたので、ぜひぜひ見てみてくださいね。おつかなブーン、ブン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 。こんなリズムあったでしょうか。ブンブンブン、ハチがとブン。さて、いらっしゃいいらっしゃい、こっちですかね、こっちでしょうかね。もうちょっと進めたい。お、ここか、ここか。市場の家具屋さん来た。すごい家具売ってますね。ここは家具屋か。すごい、思った以上の、何かお探しかね。もう明らかに家具屋と分かる量の家具ですね。そのブローチ、エルイーズに仕事を頼まれたんだな。彼女から、みんな似た、同じような顔に見えてしまうのは、スリについて私だけでしょうか。何か分かったことはあるか。ああ、狙われてるのはほとんどが大荷物を背負った業者だ。いや、グッズ、そりゃ狙われるね。荷物の体の自由を奪われてる。なるほどね。相手が子供じゃ、死角に入られて気づかない。この人さ、さっき万一気づいたとしても土地勘のない業者が子供を追うのはまず無理だろう。それでグッズも狙われたのね。まんだけの荷物だったらね。子供たちのことはもう一人の仲間が調べている。魚屋を渡ってみてくれ。訪ねてみよう。このおじさん、家具屋のおじさん、なんかさっき道中でなんか馬車を盗まれたんだって、積み荷とともに取り戻してくれって、蛮族がいるんだよ、危険な蛮族がって言ってきた、あの兄弟の人にそっくりじゃないですか、顔。自治寮に行かなきゃ。めちゃめちゃ似てる。いらっしゃい、おいしい魚が揃ってるよ。いい気がいいね、おばちゃん。そのブローチ、エルノじゃない。何か頼まれてるのかい、あんた。スリの元締めを捕まえるために動いているところだ。うん。ああ、なら子供たちのことを聞きに来たんだね。みんな一応情報は回ってるんだね。スリの被害者はみんな薄汚れた子供にすられたって言ってる。きっと孤児が使われてるんだよ。その子たちはかわいそうだね。戦か何かの利用されてんだね。町の入り口で難民を見たろ。新天地へ向かうのに邪魔な荷物をここで捨てていく大人がいるんだ。ひどいな。クライブ、孤児の子たちと話してみましょう。何か知ってるかもしれないわ。ああ、そうしよう。だったら、なんかね、見た目はここらの子供に声をかけてみな。ほとんどがそうさ。ありがとう。まあ生きるために仕方がないのか。それじゃあこの辺りの子供たちに話を聞いてみましょう。うん、ちょっと子供を探せ。ベアラーなわけじゃないんだよね、普通の子供なんだよね。元気のない少年。ねえ君、今話せるかしら。何？うん、この市場で誰かからスリを頼まれたことはない？俺たちに頼み事をするやつなんているわけないだろ。大人は嫌いだ。向こうに行ってよ。ごめんね、ありがとう。捨てられちゃったのかな。ここで声をかけるのはやぼか。ちょっともう一回声かけて。大人は嫌いだ、向こうに行ってよ。もう心閉ざしちゃってますね。
こんばんは。今年も見事にぼっちクリスマスを過ごしてしまったロールケーキでございます。メリークリスマスでした。メリークリスマスでした。果物はどうだい。あの、うちのは一等、配信にね、遊びに来てくれてありがとうございます。ぼっちじゃない、ぼっちじゃない、みんないます。みんなでね、なんかそういうイベントごとの時にこういうね、楽しいゲームをしながら盛り上がるっていうのもね、いいですよね。やっぱね、ゲームはなんか一人だけで感動ね、味わうのもいいけど、映画もそうだと思いますけど、少し話を聞いても、みんなでこうワイワイ感想を言い合いながら楽しむっていうのもね、君たちにスリの仕事を持ちかけた人はいなかった。聞いたことないけど。本当か。スリって仕事なの？いや、仕事ではないな。悪いことだ。すまなかった。他を渡るよ。すごい、なんか体に傷がついてるように見えるのは私だけ。左手の腕、左の腕がなんかさ、ちょっとあざっぽくなってんのように見えるの私だけ。乗り合い場所は接触に。よし、ちょっとここの子供たちに聞き込み。少し名言、ぼっちじゃない。何ですか。ぼっちじゃないよ。お金なんて持ってない。大丈夫、教えてほしいことがあるだけ。てるか心を閉ざしてるかだね。ご主の子たちは最近子供にスリをさせる悪い人がいるみたいなの。あなたに声をかけてきた人はいない？私は言われたことないけど、本山がそうなのかな。同じ孤児の子が言ってたの、彼が危ない仕事をしてるって。クライブ、ああ、その子を探して話を聞こう。世の中は、本世にはどこに行けば会えるかしら。市場の入り口によくいるけど。ありがとう、助かったわ。世の中は広いと知っていたようで何も知らなかったんだな。もう本当に世界を旅する、旅すれば旅するほどロザリアは平和で幸せな国だったんだなって本当に身を染みて思いますね。こっちか。うまい酒はいらんかね。いらっしゃい、いらっしゃい。で、やっぱその、やっぱ幸せな国には幸せなあのトップが必要で、そのトップを支える優秀で誠実な仲間たちが必要ってことだね。信頼し合える。市場の入り口はこの辺りか。すごい勝ったことしてる。なんか怪しそうな人たちがいっぱいいるんですけど。こっちか。ポンザいた。しかしあのでっけえ商人はちょろかったな。グツのことじゃないか。グツのこと。いつもあれくらい簡単だといいのにね。でもよ、あの商人札、やつらに渡してよかったのか。あれ、この子、このままじゃいいように使われるだけだぜ。元気のない子じゃない。今更後には引けないだろう。やつらに逆らえばみんな殺されちまう。今の話詳しく聞かせてくれないか。傭兵だ。スリがバレたのか。どうしよう。こんなところでとっ捕まってたまるか。どこ行くんだよ本座。あいつが本座か。ジル、この子たちを頼む。俺はあの少年を追う。分かった。いいようにね、利用されちゃってんだね。何が正しいか。この近くを探して。もうね、分かってない子供を利用するなんて。この子たちのことは任せて、クライブは本座を。はい、ということで皆さん、ちょっとですね、この本座を追って承認札を取り返すところまでがね、まあ、一区切りだと思うんですけれども、ちょっと時間的に今日はここで一旦区切りたいと思います。次回は本座を追って承認札を取り返して関所を抜けることができるのかどうか、そこからですね。なんかいろんなところで、いろんな国でいろんな動きが出てて、最後どうなんのって
最後どうなんのこれ。本当に皆さんありがとうございます。ちょっとですね、セーブできるかを確認しますね。あ、ごめんなさいごめんなさい、間違っちゃった。あ、間違っちゃった、間違っちゃった焦るな、最後に焦るな自分。セーブできますね、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。ちょっとトークして終わりたいなと思うんですけれども、5分ぐらい皆さんお付き合いいただけたらお願いします。お疲れ様でした、ありがとうございます。今日もありがとうございます、お疲れ様でした。皆さん本当にありがとうございます。ちょっと待ってください、一応ちょっと落ちないようにもうセーブしちゃおう。ちょっとごめんなさいね、セーブできることは確認できたものの、落ちた時のために念のためセーブをしちゃいます。間違ってね、慌てんぼうのサンタクロースならぬ慌てんぼうのあのかなげーチャンネルなので、セーブはいつも3つか5つぐらい同じデータをセーブしてます。そんなにやる必要があるかってね思うかと思うんですけれども、それをやらないと何かで削除しちゃったりね、そういうヘマをね、慌てんぼうのかなげーはやってしまうことがあるので、いつも3つ5つぐらいやっております。なんかどうなんだろう、本当に全然先が読めないんですけど、皆さんどうでした？多分ねこのゲーム見てくださってる方、もうすでに FF16 クリアしてらっしゃる方多いと思うんですけれども、でも今日の1回目の配信でシドとミドちゃんのこう共同で作った設計、共同で設計した船に乗るシーンが見どころだよって、見物だよっていう風に教えていただいたので、それはもうめちゃめちゃ楽しみ。きっとシドのね、テーマ曲が流れて、きっともう感動の嵐になることでしょう。さあどうなるでしょう、めっちゃ気になるなあ。どうなんだろう、本当にね何にも分かんないので、何の情報もない中本当にやってるので、ハッピーエンドなのか、ハッピーエンドのね定義も人それぞれなので。お疲れ様でした、白い液体の先生が気になって寝られないかもです。白い液体の先生ね、1回目の配信見て見逃しちゃった方ぜひ見ていただきたいんですけど、私の小4の時のね理科の先生が耳のピアスの穴から白い液体をいつ何時でも好きな量出せるっていうね、特殊能力を持った方で、すごかったな。なんかね、なんでその時不思議に思わなかったの、まあ、すごーみたいな、すごーキモーみたいな、多分みんなそんな感じで言ってたと思うんですけど、なんかね理科の先生結構若い先生で、若い先生って小学校ぐらいだったら若い先生って結構みんなから子供たちからこうチヤホヤされるじゃないけど、こう友達みたいな感覚でなんかこう会話したりするケースあると思うんですけど、なんかその先生はそういうタイプで、ほら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 ついちゃうぞ白い液みたいな感じでね、耳から白い液体出してたんですよ。女の先生ですよ。どうなったんだろう。結構ねなんか体育会系の感じのこうスポーツやってたのかな、がたいいい女の先生で追いかけてきて、ほら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 つって液体出しながら。早速ミドに恋しました。私もでございます。私も結構ねもう一目惚れに近い感じで、でどん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 見れば見るほど、話しかけに行けば行くほどかなりハマっちゃってますね、ミドちゃん。あれ好きじゃない子いないですよね、多分ね。好きじゃない子じゃないね、好きじゃない人いないよね、あの子、ああいうタイプ。うん、結構今までやった FF の中ではかなりヒットしてますね。あとね、ジルもです。であとクライブもだし、ガブもだし、グッズもだし、グッズはね今日のカロンばあちゃんとの絡みでめっちゃもう萌えでしたね。萌えって、ああいうなんかなんだろう、母性をくすぐられるっていうんですかね、あれがまさに寸体大きいのに可愛い、もうなんか子供のように無邪気に
ゲゲゲゲって好きなもの買っていいって言われちゃったよ、ゲゲゲゲゲゲつってばあちゃん早く行こうよつってカロンばあちゃんほんとマジで骨折れちゃいそうなぐらい引っ張られてましたけど大爆笑でございました。はい、いや楽しみだな。クライブのあのなんかアルテマ、アルテマ今日あんま出てこなかったね。でもなんだろう、ザンブレイクのシルベストがアルテマと何か関係してる、デュオンが何か知ってそうでしたね。アルテマのせいですかって。でウォールド王国の、ごめんなさいガチャって言っちゃいましたね、ウォールド王国のバルナバス王国、あ国王か、オーディンのオーディンですよね、バルバナス国王と、あとはあの側近の人騎士長さんもアルテマのこと知ってそうだったし、クライムじゃないね、クライムスライムみたいな、クライブがメトスっていうことも多分ウォールド王国の人たちは知ってる。その辺の謎は全然今回は触れられなかったけども、でもめっちゃ楽しい回でした。うん、で私いつリスキーモブ退治しに行こう。今8つぐらい手配書、8つから10ぐらい手配書溜まっちゃってて、いつやろう、もうどんどん溜まるほど手がつけられなくなってしまう、怖くて、ちゃんと見つけられるかが怖くてビビっております。女性の先生で安心しました男の先生ではないって、男の先生がね、子供たちにオラ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 つって、ほら耳から白液体なんぼでも出せるぞつってね追いかけてきたらね、さすがにちょっとまあまあ小学生言ってもね、小学生の頃なのでもうキャハハハハハつってね、追いかけっこして終わりだと思うんですけど、女性の先生でした。何してるんだろうな。うん、た懐かしいですね、ちょっといろいろ思い出しちゃいますが、はい、ということで、今日はお時間になりましたので、これにて終了にしたいと思います。皆さん今日もたくさん、チャットにて応援してくださってありがとうございました。視聴いただいている方でまだ登録してないよ、もっとお前が頑張れば登録してやるぜっていう風に思っていただいたそこの皆様、もっと頑張ります、なので先に登録してちょうだい、はい、お願いでした、ありがとうございます、お疲れ様でした。皆さん、いいねと思っていただいたら、お帰りの前にグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、今日月曜日、もうちょっとで、今年も終わりですね、あっという間に。皆さん、まだやりますよ。配信まだやりますので、今年頑張ります。よろしくお願いします。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。バイバイ。ブッブッ。さよなら。1000人から微動だにしないですねそうなんです、なので皆さんのお力が、皆さんの清きワンポチが必要なので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。切実なお願いでございます。はい、しかも今日月曜じゃないですね、火曜日じゃないですか。もうね、昼真っ昼間から FF の世界に脳内が行っちゃってる女はこういう状態になりますね。もうリアルな世界の曜日すらちょっともう頭に入っていないと。はい、皆さんもぜひ、ついてきていただけたら、心強いです。はい、それではバイバーイ、ブンブン。